今すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何生きとんじゃ。キリュウさん、キリュウさん。というわけで四代目は、うちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。ということだ。お前ら手加減はいらん。ここにいる全員殺してるや。来いよ。No!
邪魔だ。Rah!
さあ、お前らの腹、聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん、殺されて。何？戦争は始まったんじゃ。2年ぶりですね、キリュウさん。ああ、こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。もしもし。俺だ、柏木だ。柏木さん。至急お前に会って話しておきたいことがある。明日にでも東京に来てもらえないか。俺なら今カムロ町にいます。本当か？ええ、俺も柏木さんに話したいことがありましたから。今どこにいる？スターダストです。ス
ターダストだと。何か警察が集まっているみたいだが、何かあったのか。ええ、錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも柏木さんは大丈夫ですか？何がだ？いや、錦山組の長谷部という男が柏木さんの身が危ないと。そうか、すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。桐生、今から会えるか？ええ、風間組の事務所に行けばいいんですか？ああ、頼んだぞ。はい。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいるはずだ。あまり派手に動かないよう、ミレニアムタワーまで来てくれ。いいな？ええ、それじゃ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった外の様子は？ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。桐生さん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ？黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブの奴の話だと、道島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。なんだと？目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか？こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、分かった。
誰だお前ら。どうして俺をつける？日本語がわからねえのか。どちらにしてもただじゃ口を割らなそうだな。ここで殺されるわけにはいかない。悪いが痛い目に遭ってもらうぜ。レッツゴー。Yeah!
大吾の居場所を嗅ぎ回っているのはお前らか。お前ら一体誰に雇われた？終わりだ。